オス未来のチャンピオン、どうも人間です。今回使うポケモンはこれ、テラパゴスです。いやー、僕はもうずっと気になってたポケモンで、まあマイナーとメジャーともつかない、なんか今のところこのポケモンはどうなのっていうね、いろんな諸説が飛び交っているポケモンで、評価が難しいポケモンだと言われているんですが、僕はねこの自分の大好きな性能をしているなって見れば見るほど思うので、一回使ってみたいポケモンでした。で今回は毒毒守る型で使っていきたいと思います。特性のテラスシェルにより一発目のダメージを必ず効果今一つで受けられるっていう、とても変わった性能をしているので、まあその隙を使って毒毒をしたりとか、単純にそれだけでも強いし、他にもねあらゆるサポートとのコンボが組めて、めちゃくちゃインチキみたいなあのプレイができてめっちゃ楽しいので、まずは試合の方を見ていただきましょう。どうぞ。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。おお、これは結構毒毒が刺さりやすそうに見えますね。ただテラスシェルが剥がれてしまった後のウラオスのインファイトとかはひとたまりもないので、今回はママンボウと一緒に先制してあげたいな。ゴツゴツメットでウラオスを牽制したいっていうのと、鉄の包みにアンコールされるのも嫌なんだけど、毒毒持ち身代わり持ってるポケモンちょっと嫌なんだけど、じゃあその上を行くいたずら心をエルフーンでアンコールとか言いたいとこなんですけど、この3体だとさすがにミライド甘く見すぎなので、ミライドに強い銅王はまあ出しておくべきかな。銅王今回貯水なんで電撃ウラオスにも強みですね。対してミライドンが瞑想とかしてくる展開には弱いので、ちょっとそこには注意したい。今回アンコール持ち選出できないので、ミライドンの瞑想は銅王でちゃんと自信連打してあげるとか、テラス切って効果力のテラクラスター打つとか、ある程度ミライドン早めに削り切るような意識も持って動きたいですね。頼れる相棒ミライドン、いいですね。対してこっちは普通のテラパゴス。テラパゴスだって頼れる相棒だぞ。まずテラスチェンジが先に発動して、これさ、素早さ的に言ったら絶対ハドロンエンジンが先に発動するはずなんだけど、テラスチェンジは多分、あれですね、特性優先度が高いんですね。実は特性にも優先度というものがあって、緊張感とかかなは、素早さに関係なく先に表示されたりするんですね。稲妻ドライブ、普通に攻撃。今回はテラスシェルで、初回だけ、抑えることができます、ダメージを。で、HD なので、だいぶ硬いはず。まあ、でも十分火力あるけど。まあでもさすが効果今一つに抑えられただけあって硬い。 HD で半減でこれなんだ。やっぱミライドの火力ってすごいね。 OK、 じゃあまあ安直だけど一回守るは挟もうかな。で次のターンも居座ってくるようであれば銅バックっていう形取ろうかなと思います。正直この守るに鉄の包み合わされるのが相当しんどいんですが、まあ、なくてよかった。鉄の包みに対してはテラパゴスしか対面勝てなさそうなので、流星群打ってるってことは別にこだわってるわけでもないけど、あの火力出てるんだな。稲妻ドライブ、なんなら命の玉ですらない。ただ特攻に振っただけでこの火力出てるってことなのかな。だとしたらちょっと強いですねミライドン。さすがだなという感じがしますけど、まあ一旦銅はミライドンのために選出してきてるので、ここで出すしかない。今回天然じゃないから流星群連打に対しても一応強いっちゃ強い。流星群当たる。まあ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 、一応次の流星群もちゃんと自己再生で受かってそう。よし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 、これ結構ミライドン完封できる展開でいいですね。自己再生で、まあそうだよね、天然だと思って突っ込むよね。はい、これで銅の、特性がバレた瞬間ですね。貯水でしたよと。まあ、今の環境結構積む特殊アタッカー多いので、それこそミライドンもそうなんですけど、天然の銅も強いんですよ。どっちにするかは僕も正直悩んでるところ。これは諸説あるな。毒菱も撒いておくと強そうだけど、ミライドンにもう毒が入っちゃってる以上、毒菱、まあ、正直必要かと言われるとちょっと微妙。それよりもミライドンここおそらく引いてくるから、交換読み毒毒とかの方が強いかな。もしくは交換読みテラパゴスに交換してテラパゴスの体力さらに整えに行くとかもありですね。一回テラパゴスに引いちゃおうかな。うん、まあ、ミライドンは当然引きますね。ここで包みとかできたら美味しい。 OKOKOK、 完璧に読み切ってる。これ鉄の包みが仮にゴーストテラスアンコールとかしてきても、こっちテラクラスターのノーマルの状態でこだわってしまったとしても、こっちがテラスタルすることでステラタイプにテラクラスターのタイプをチェンジできるので、そのまま相手のテラスした鉄の包みに効果抜群でダメージを与えることができるっていう展開が作れるので、オフチャージの効果が切れた
でブーストエナジーが発動しないってことは持ち物メガネとかの可能性もある。なるほど。ブーストエナジーならアンコール警戒するんだけど、メガネとかもあり得るってことはちょっと守るをしたくなっちゃうな。難しいですね。いやまあでもテラクラスターか。レートビームメガネっぽい。メガネですね。さすがに HB テラポゴスにこのダメージはそうだと思います。ギリ足りない。まあでも持ち物が分かったから一回普通に自己再生じゃない、自己再生で守るはできますね。お相手も守る読みでなんか行動あるかな。ないか。 OKOKOK。 いやテラポゴスいいね。ちゃんと持ち物判別してからどうこうするだけの余裕がある。うん、まあじゃあテラクラスターでいいかな。冷凍ビームメガネレービーなんでだいぶ強いですけど、一応いちいち勝てる。まあメガネ包みといちいちちゃんと勝ちきれるっていうのは十分強い。ある程度ミライドンに削られた後ですからね。しかもテラクラスターが発動してたらもっと余裕だった。ん？違う、テラスシェルかテラスシェルが発動してたらもっと余裕だったってことだからね。もう名前があやふやですね。これ難しいのよ。フォルムの名前とかもね、ステラフォルムとテラスタルフォルムみたいな2つあって、いろいろね難しかったりするんですが、でウーラオス、これはこのために連れてきたママンボを出していいと思うけど、どう？まあそうですね、ママンボを出していいかな。水牛連打をしてくれてたら美味しいですね。アイスピ、あこれはもう同交換読みしてますね。助かる。じゃあ今回はママンボ必殺願い事をしますか。アイスピこだわってるウーラオスですね。いやーこれもう相当困ってる。お相手めちゃくちゃ困ってる。で願い事するんですけど、ママンボはね直球を持たせるのがセオリーなんですけど、今回は願い事クイックターンをすることでテラパゴスの回復の補助をしてくれるんで、これで、まあ、ある程度テラクラスター、テラスシェルの復活だとかいうところを狙ってます。これで願い事クイックターンすることで、さすがに削られすぎてるからテラスシェルの復活まではいかんか。140くらい回復する。140は言い過ぎか、130ちょい。いやこれテラスシェル復活するやん強めちゃくちゃやってる。ああこんな回復すんの。ああ強い。これはもうこっから負ける気せんな。守るしてもいいし、なんならしなくてもいい。ミライドン迷走なさそうだったからもう堂々と守るしちゃうか。コウさん、はいありがとうございましたまたもう一回半減で受けられるのやばいなこれ。いや最高のコンボこれ楽しすぎる。テラスシェルギミックいろいろあるなこれいくらでも開拓できる。いやーこれ思いついた時ちょっと自分でもニヤッとしちゃったんだよな楽しい。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。だー相手の銅が重い。っていうかもうトップ手段なくない。相手の銅どうすんのこれ。こっちの銅で自信するしかない。相手の銅もできるよそんなこと。いやそうか、一応このミミズスが毒も自信も効かないからミミズスでなんとかなんのかな。苦しいそれあまりに苦しい対処法。でもそれしか考えつかない。なんなら巨人王の突破方法もない。誰か助けてくださいあ辛すぎる。今シャドーバースのなんか炎ネズミみたいなやつのセリフです言うてる場合か。でもテラパゴスあんま刺さってないけどな。毒通るポケモン少ないけど、いやでも銅に役割集中しすぎてるから海洋ガとある程度打ち合ってくれるためにテラパゴスは欲しい。最悪巨人音とかにテラス切らせたらテラクラスターが抜群で入るようになるから、相手にテラス切らせてこっちもちゃんとテラパゴスで攻めるっていう動きができたらそれは強い。ちゃんといやー構築的な相性で言うとガンフリだけど、でもなんかプリングで解決できそうな範囲ではあるから、まあ、頑張ってはみよう。 OK、 まあさすがにミミズズ見たら氷技とか触れないんで、これは一回貯水道を投げやすい。んだけどもねその後巨人音とか出されたらメソメソ泣いちゃう。はい、ということで、まあ、この銅出しに対して海洋画からの解決策はまあほぼない。潮吹き、まあ当然ね、その一芸に特化してますからね。で
裏のポケモンに毒が入る可能性低いんで、毒ビシの方が刺さるかな。海洋ガが一回引く、次出てきた時の海洋ガに毒が入る、これが美味しい。当然引っ込める、よし、いいサイクル。ヌメルゴン、ヌメルゴンか。安直に地震打っていい。基本的にはこのタイミングどう有利なんだけどな。出てきたってことはなんか解決策あるんかな。こっちが貯水なの見て天然じゃないでしょ、はい、じゃあ鉄壁しますみたいな。はたき、おぼわ、まあ嫌だけど直帰っぽい立ち回りではあるから、回復手段がないなら結果どうが勝つ。ワンチャン地震とかあったりするかな。一応ここにテラス切って次の地震で倒しきるみたいなゴリ押しできるんだけど、一回なんか不意の技耐えられるように自己再生とこう。ヌメルゴン引っ込めた次は何しようか。地震をしたきゃよかったな。毒ビシ入るの海洋ガだけ。いや巨ジオンはね非常に面倒というか、だいぶこのパーティー積んでる寄りなんですが、あ鉄壁いい技すぎ。ああ天然じゃないからまともなダメージは加えることができない。あこれきっつ。いやでも一回ミミズ出して尻尾切りしよう。もうここまでは確定、バレバレだけどこのムーブ、これが通せなかったらもう負けだからね。あテラス切ってくれた、いけるぞこれ。テラスタイプのテラクラスターで全てを粉砕できる。毒地震見てるのに毒テラスか、なんだ何の毒テラスこれ、何警戒の毒テラス。塩漬けうまい、それは結構きついが、まあ、お相手3体見てミミズの出しどころここなので、もう一回尻尾切りが必要になるシーンはまあ多分ないから、結構この鋼タイプへの4分の1ダメージ痛すぎるんだけど、それでもこの尻尾切りから希望を託すことはできる。身代わりがあればテラスシェルが無限回発動するから、巨獣オンからテラパゴスへのテラスシェル、テラパゴス、テラクラスター、ステラフォルム、テラスタルフォルム、なんかいろいろ名前がごっちゃになるけど、テラパゴスへのダメージは無に等しい。キラ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 身代わり、テラパゴスの名物一生半減で受けてやるからな。ゴン全然大丈夫、まあ、ただ向こうも全然大丈夫なんだけど、ここからのこっちの攻撃とはいえ、これさ今のうちにテラス切ってテラクラスターがいいんかな。なんかテラスシェル発動するうちはテラス切らない方がなんかお得感ないなこと言ってらんないのかな。大地で特防ダウン1回見るくらいまではやってもなんかいい気はしてる。正直塩漬けが多分この身代わりほぼ無限回耐えるまあ言い過ぎだけど 4,5 回耐えるまであるよね。あここで引くかしこか、かしこちゃんやな。ただヌメルゴンなのであれば大地が通るいい、この技いい。え勝って、嘘でしょ、直帰すぎる、やばすぎマジ、まあ、とはいえこっから無限回テラスシェルが発動するから、なんとか第一連打で、いやこの初手で防御ダウン引いたのでかすぎる。いやあんまでかくないかも、どっちにしろ3発だったかも。流星群いい技持ってる、これはさすがに身代わり壊れるから、次以降の巨獣オンがやばい。もう尻尾切りできないから、身代わりがない状態で巨獣オンと対面してしまう。最悪どうで耐久したら TOD できるんじゃない、一体倒したことのデカさよ。いやそうだよな、そうだよね。毒ビシ消え去った、なるほど、毒テラスそういう意図があったのか。こっちから見てもう毒ビシ撒いたことも忘れてた。えいママよ、ステラテラステラクラスターどんぐらい入るんか知らんけど
いや、攻撃4しか振ってない。攻撃というか特攻か、特攻4しか振ってない。いやー、なんとかなれ。見た目かっこいい。ストーリー思い出しますね。クラクラスター、これでどんだけ入るかがわからんすぎる。一応強いけどやってること。あー、うーん、ギリ自己再生で受からないぐらいのダメージ出てるから、これは強いかも。正直塩漬け痛いけど、まあただ食べ残しがあるから塩漬けのダメージもごまかしつつご利用せるかもしれない。鉄壁採用してるってことは守る切ってたりしないかな。守る切ってる巨人は存在しないか。鉄壁守る塩漬け再生かな。でもだとしてもじゃない、なんか守る1回やっても次怪しそう。守られる、はい。いや、やっぱ第一の特防弾は1回入ったら崩せるっていう感覚はあってたな。まあでも正直身代わり壊したら第一とかね、やってる暇ないから。身代わりがあるうちのあの悠長さだったね。いや、とはいえとはいえ、巨人がこっからテラパゴスを崩すの相当しんどいと思う。もうこっちの体力が減る勢いが緩やかすぎる。なんならあと8回テラクラスター打てるから、これで世界を終わらせるんだ。引っ込めた。おー、なるほど、受からないと判断、まあ、正しいかもしれん。一回引くことで守る、もう一回打てるから、自己再生で受かるぐらいまでまた体力戻せるってことね。とはいえ海洋がも多少削れたことで潮吹きはできなくなってくる。さすがにテラパゴス、これ一回引きですね。潮漬けを解除することで巨人用にもう一回潮漬けを打たせるターンを作らせることができる。そうしたら世界が変わるかもしれない。まあレートビームだと思うんで、ここ打つの一応耳ずつ出します。まあ多分レートビーム2発受けるの厳しいけど、はい、まあ、レートビーム、あ、いや2発受けそう。へえ、やるやん。メタルバーストか。まあでも正直裏にヘビーボンバー入ってもダメージ合ってないようなもんだからな。ステルスロックかメタルバーストか。あ、いや、ちょちょちょ、押しミスったね。ちょ、今僕ステルスロックをしたつもりだったのに、なんで尻尾切りになっちゃったんだ。悲しすぎる。ごめんね、もう体力が半分ないのに尻尾切りなんて命じて残酷すぎるよ。ない尻尾を切らせようとする人間という畜生がとんでもないことを命じてしまいました。心から詫びよう。ただ正直ミミズズはここでお役御免でもいいのかも。正直クッションとして残せてるとでかいんだけど、塩漬け連打しかお相手もやることないと思う。あ、ここ自己再生打つんだ。へえ、ほな交代でよかったなヘビーボンバー、ね、効かなさすぎるんですよね、どう考えても。どうする、もしくはあのさっきも言ったようにドーで TOD するっていう勝ち筋もある。でも20分だったらそこそこすぐ来るぞ。まあそうね。ということで一回テラパゴス出しちゃって、テラクラスター連打しちゃって体力やばくなったらドーに引いて TOD しちゃうか。それどう。あ、ちなみに僕あの動画でよくどうとかさ言って編集者さんにいじられてるけどさ、これ全部素で言ってるからね。一回たりとも狙ったことないからねテロップというか編集でここにどう入るんだろうなとか僕一回も意識したことないんで、いや、これは僕の自分の名誉のために言わせてほしい違うから、もともと口癖だったところを編集者さんが勝手にいじってるだけだから、という、まあ、謎の釈明もしつつ、いや、ごめんなさい、テラポガスでご利用そうと思ったけど無理だね。相手再生連打でいいわ、こうなっちゃうと。まあ、ここ地震とか打って、お、巨人音引っ込めてる。お相手ももう TOD の姿勢見てそれされちゃかなわんぜということで急いでるな、先を。ほな地震しますけども、いや、海王が次の地震で倒れそう。もう毒毒とか打たんでいいな、これ地震で。レートビーム氷以外の負け筋ないわ、こうなったら。苦肉のレートビーム、いや、十分入ってるな。 HD ですからね今回のところ。はい、ただ海洋がしっかり突破して
いや巨人王一体になって塩漬けしか打点がないっていうのがもう4つ技見えて分かってるんで、これは勝ち。さすがに多分黒いヘドロをはたかれてて回復自己再生しかないけど、それでも勝ち。さすがにもう意図的に時間使います。こんな勝つためならば。子さん、はい、ありがとうございました。いやいいな、テラパゴス。いや結構好きないぞこのポケモン。身代わり盾にした時の無双感がやばい。めっちゃ楽しいな。ちゃんと攻撃できるのが強いんだよなこれ。毒毒ポケモンにあるまじき火力出るから、いやなんか新感覚、本当に他のポケモンで例えらんないこれ。はい、対戦手見つかりました、よろしくお願いします。未来ドン入りか。これオーガポンはね、型破りなんでテラッシュシェル貫通してくるんですけど、ちょっとオーガポンが重たいなと思いつつ、まあただママンパゴスの並びは割と強い予想、まあ、プラス1はまあどう考えても今回ミライドンなんでどうですね。はい、いやミライドン入りにはもうこの戦術しかないな、ほぼほぼ。オーガポン、苦手なの来ちゃったよ。一発目を半減で受けられないっていうことがでかすぎる、まあ、とはいえそれは相手がテラスを切れないということでもあるので、一旦独特は入るな。え、テラス切っちゃうの？いいの？テラス切っちゃうと一発目半減になるから、むしろ威力下がるよ。かなりゴリ押しの体勢取ってますね。いいのかいそれ。スタポンですか。もったいなという気もするが、まあこっちの交換とかまで考えたらそれが一番破壊しやすくて強いかもな。え、強すぎ。え、火力やばすぎ？半減でこれ。え、強すぎ？ちょい。マジ？尋常じゃないぐらい強いんだけど。ありえないぐらい強い。嘘でしょ？守るで体力整えて、次のターンテラスタルで一発耐えられるかな？ウッドホーン。ウッドホーンで足りるわって思ってくれたら、ここテラスタル切ることで体力を急に増やして、耐久に回れる。テラボースってテラスタル切ったらどんだけ耐久増えるんだっけ。防御は変わんないのか。 HP だけ260くらいまで増える、最大 HP が。いや微妙、普通にスタコン耐えなさそうな気するけどな。ママンウッドホーン見せられてるからママンボンも出しづらいな。いやでもこの耐久信じるか。テラス切ってテラクラスターでしょこれ。これで耐えなきゃもうしょうがない。頼むテラパゴス。これで HP がガッと増えるから、まるでかつてのジガルデみたいに戦闘中に HP 総量を増やすっていう戦い方で。ウッドホーン、なるほど、 OK。 ここウッドホーン押してもらえたのでかい。いやツタコンだったら全然飛んでる可能性あるんだけど、まあでもウッドホーンのタクがあるからモモンボ出せなかったっていうのもあるからね。ちゃんとここでテラスが生きてよかった。でステラタイプだから効果抜群確定で、これ相手のテラスタルを見てからの切り返しにめっちゃ強い。テラスシェルで半減で受けつつ相手のテラスを見て、次のターンにこっちもテラス切ってステラタイプでテラスタルを切った相手に効果抜群っていう返しができるっていう、このなんか本当に頭いい人が理論的に詰めて考えたみたいな性能のこのポケモン使っててすごい楽しい。なんか僕とすごく性格が似てる、これを考えた人はきっと。オッケー、じゃあミライドンの瞑想が今回ね、ドオが貯水だからやばいので、早めに引いてなるべくすぐ毒あるいは地震からミライドンを削りに行きたい。パラボラ、オッケー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 。パラボラ採用ってことは瞑想の可能性も十分あるな。地震は怪魚に引かれてアンコールの可能性があるんで、一旦毒毒でいいと思う。ラスカー全然大丈夫、打ち分けたってことはこだわってないし、まあ、特防ダウン狙って打ってるんでこれ怖いんですけど、まあさすがに一発目で特防ダウン引かなければ、こっから自己再生もあるし自信もあるから、ミライドンは削りたい放題。毒さえ入っちゃえば
一回引かれてももう大丈夫かな。これは相手に思考回数稼がせたくないんで自信で。オッケーオッケー。抑えられました。ありがとうございました。いや、テラパゴスのいいとこ見れたな。これ、テラスを切るっていう攻撃的な切り返しができるのマジでかっこいい。いいね。テラス切ることで一時的に耐久上げて、緊急避難っていうか、なんて言うんだろう。緊急で一発耐えることができるっていうの。おもろいな。いやー、これ、またなんか、オーガポンとかまた違うテラスの切り方だ。前回の動画3勝2敗で終わってたから、今回は6勝2敗でした。強かったね。はい。ということで、今回のぶっちゃけ感想のコーナーなんですけど、まあ、星5段階中の、いくー、むずいけど、星4だと僕直感では思ったんですよ。使った感じ星4なんだけど、扱いがむずい。プリングの幅が広いから、僕は今回とりあえず独特から入って守るしてりゃいいでしょうみたいな感じでなんかプレイしちゃってたけど、よくよく考えたら結構早い段階からテラス切ってガンガンテラクラスターで攻撃していくっていうプランもなんか強かったなとか思うこともあったりして、結構早いうちから数ターン後のこと考えながらルートを分岐していく、その分岐を今選ぶみたいな感じになっていくから、なんかちゃんと引き出せてたか怪しいんですよね。だから上手くなったら星5になる可能性はあるなというふうに思いました。ただ星4を下回ることは絶対ないんで、最低保証星4という風に言っておきます。で、今回とりあえず HD 特化にしてノーマルタイプであることをね利点にして、相手のクロバドレックスに強く出るっていうつもりだったんだけど、クロバドレックス入りにもほとんど当たんなかったし、そもそも当たったクロバドレックス入りからはクロバドレックス出てこなかったので一回も対面しなかったんですよね。まあ、ということで、まあ、羽ばたく髪とか相手にはこの HD 振りが生きてたけど、 HB 振りでも良かったなとか思うシーンもあるし、もうちょい火力振ってたらなっていうシーンもあるし、もうちょい素早さあったらなっていうシーンもあるんで、もう本当に調整が激ムズなポケモンだと思います。さっきも言ったようにプランが多いんで、あらゆるプランにおいて輝く調整っていうのが、禁電ルールが始まって最初の数週間とかでもう詰め切れるポケモンじゃないので、もうこれはね、テラポゴス学会を設立してもいいと言えるぐらいのポケモンだったと思います。もう本当に覚える技も豊富だし、瞑想も強いし、パワフルハーブメテオビームも強いし、何やっても強い。本当にいいポケモンで、世間において何とも言えない微妙っていう意見が多いんですけど、テラパゴス、僕これは断言しとく、マジで強い。本当にいいポケモンだったんで、僕はこうゲームフリークから突きつけられたポケモン上手くなってきた人へのこの挑戦状というか、腕試しとしてあなたが引き出してくださいっていうポケモンっていう風に感じました。もうね、これポケモン対戦を長らくやってきて、結構ポケモン対戦への理解度深まってきたなって人にとってはたまらんポケモンだと思う。マジで分岐が多くて難しい。最近僕ポケカとかやってるんですけど、なんかハイランダーデッキを握ってるような感じ。もう本当にあらゆるプランが取れるから、そのすっごい先のことを想定して、その中から今好きなのを選べっていう、どっちに舵切るか今選べっていう感じが最高に楽しいですね。いやー、もうなんか使っててもうなんか気持ちよくなっちゃう。このポケモン大好きです。もうなんかテラパゴスが弱くはないんで、もうどう考えても強いんで、今後マイナーになるとは思えないんですけど、ただ使っていきたいな、正直。すっげー好きだったから。だからまあ、ちょいちょいインギンがテラポゴス使ってても、まあ、それでその時テラポゴスが割とメジャーなポケモンになっていたとしても、許してください。好きなんです。まあ、ちょっと最初このバウッツェルの枠がエルフーンで、コライドン入りに2戦やって2戦とも負けるみたいな感じだったんで、ここバウッツェルにしたんですけど、それ以降の試合全勝だったので、このパーティー自体が結構いい気がする。尻尾切りから、このテラパゴスのテラスシェルを何度も使うっていうプランも強いし、この2体願い事バトン、まあ願い事クイックターンを使えるポケモンが2体いるので、これでテラスシェルを復活させていくっていう動きも強いし、単純にテラスシェルにこだわらなくてもステラテラスにテラスチェンジしてこう戦うっていう、テラスチェンジっていうのか、ステラテラスにあのテラスタル切って種族値をガッと上げて、これステラテラス切ったら種族値の合計が700になるんですよね。まあ、禁止伝説の中でもさらに一つ頭抜けたような数値になるんで、その数値を生かしてゴリゴリ戦いながら、その強いポケモンを単純に願い事でこう何度も使って強くしていくっていうのも多分強い。いやー、まだまだできること多いと思います。あの三日月の舞とかさ、癒しの願いとかとの相性も絶対にいいから、もうなんかできることが多すぎる。本当に楽しいポケモンでしたね。いや、今回はもう僕が毒毒型使ってみたかったんで使ったんですけど、開拓してもしきれないというか、一体のポケモンにこれだけの可能性が詰まってるっていうのの本当に素晴らしいデザインだと思いました。最初の一発のダメージを半減するっていうことで、まあ、海竜とかと似てるんですけど、性能自体は。ただそのポケモンとしての
の性格がカイリュウとはまた違うし、テラスタルに込められた意味合いがカイリュウと一切違うので、攻撃フォームにおいて非常に性能が上がるテラスだし、かつ数値も上がるっていうカイリュウにはない能力がある。代わりにそのタイプ耐性を変えることができないから、相手のコライドンとかウーラオスとかの格闘タイプの攻撃を絶対半減することができないっていうところもちゃんとデメリットとして用意されてて、もうなんかポケモンのバランス調整としてこれでもかってぐらい考え尽くされてるなって思いました。もうしばらく僕あれかも、今後のポケモンのバランス調整ちょっとついていきますって感じたかも、このポケモン使って。もう大絶賛、最高のポケモンでした。本当に楽しかった、ありがとうテラバゴス。ということで、いつも後語りしてるんですけど、ちょっとこの後用事があるのと、まあ用事って言っても友達とポケ化する予定のだけなんだけど用事があるのと、今回試合が結構長くなったと思うんで、後語りは今回お休みしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ワイトエンゲンでした。バイバーイ。